お疲れちゃんです、ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらの高回転マジアチュウォールブレイカーですね、久々にやっていきたいなと思います。まあ、マジアチュウォールブレイカーといえば、ここのねスキャンの枠がトルネードですね。はい、トルネード型でまあよく使われてたデッキの、まあ、このスケ型がね今なんか使われてました。はい、まあ、少しだけですけどね。で、最近ちょっとこうエレジアイだったり、まあラバだったり、まあ僕自身ゴレクローにね、前シーズンからめちゃくちゃこうハマっていたりというところで、結構大型デッキばっかりね動画内でも使ってた気がするんですよね。なので、まあ久々のね高回転デッキもやれたらなというわけで、ウォールブレイカーですね。高回転マジアチャウォールブレイカー、当分使ってないですね。使ってないし、なんかマジアチャ今の環境マジでいないですね。なんかマジアチャよりは、マジアチャ使うならまあマザネクだよねっていう。で、マザネクだったり、まあマザネク入ってなかったらロケット押しだったり、まあ、みたいな感じで、まあ、マスケとかも使われてますけど、本当にハンターが、使われなくなってから、マジアチャもかな、同じぐらい使われなくなった、気がします。てか今、ファイブがね、結構多いんですよ。マザーネクロ対策だったり、コヤコヤのホバリング方のね、デッキとか、まあ、そういったデッキ対策にファイブが多いので、まあ、マジックアーチャーがそこまでいけないのがね、現状なんですが、まあ、回転早いので、そういったところでね、高回転のマジアチャ2周目3周目で、守って攻めてやっていければなと思います。さあ、マッチングした、よろしく。いや、久々のウォールブレイカーだな。この初手端前ウォールブレイカーをすることも最近なかったんでね。うわ、すごい配置がすごい。ちょっと待って、むず、ちょっと待って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 、相手のユニットの配置が今すごくなかったっすか？てどんって、そこに出てくるみたいな。まあ、テスラとバルキリーとかでも良かったのかななんて思いながら。さあ、アイスイズとなると、遅延スケラーな気がしますね。アイスイズ、バルキリー、ベビドラ。まあ、もしかしたら、エレジャイかな。まあ、でも、ほぼ確でスケラーだと思うんですけどね。で、これはマジアチャリネイティいいんじゃない。で、タルババ転がってきたら、ヤリゴブぐらいか、バルキリーで延命してあげて、オッケー。で、まあ、ベビドラかアイウィズかなんかでやられると思うんですけど、今、タルババ使いましたね。で、施設も使ったので、これ、ちょっとこっち側とかにね、攻めて、オッケーオッケー。で、これ、ここのディガーで、バルキリーを、ちょっとね、オッケーオッケー、止めてあげて、いいね。いやー、ディガーはタワー攻撃してくれればよかったんですけど、いや、あっつ。いや、この、マジアチャリ射抜く感じ、何年ぶりって感覚っすよね。本当に当分射抜いてなかったんでね。よし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 。さあ、相手はねもうたまらず笑っちゃってますね。何がおもろいんだ。よしよし。いや、遅延スケラーだと思いますね。煽りだし、取り出し、まあ、まだ数ミリエレジャイっていう可能性があるんですけど、まあ多分ないでしょう。さあ、オリーで、あれ、射抜いていいのかな。また射抜くのってなるんですけど、ここは一回逆サイオールブレーカーぐらいでちょっかいかけちゃおう。マジアチャはまあ防衛でも優秀なんでね。そういう時全無視。いや、全無視ですね。まあ、マジアチャかやりゴブ、あとはまあ、ウッドもあれば守れるので、ああ、これ、端前マジアチャ警戒ですね。僕、全然出す気なかったんですけど、相手の方が結構、このね、対策がしっかりしてますね。さあ、出して出して出して、これちょっとベビドラがね、テスラの方に寄ってほしいので、で、こんぐらいで、まあ、ディガー飛ばして、ウォールブレーカーも飛ばしていくと。いやー、完封ですね。で、檻も出さないといけないですよね。よしよし。で、しかも、このね、檻が流れてくるのも、この、たまたまね、残ってる、このマジアチャで回収できるんですよ。しかも、延命ができると。やっつ。で、この瞬間ぐらいで、ちょっと逆サイドとかもね、振りつつの、なんだ、ウォールブレイカーとかまでね、追加してあげて、で、トルネタルで綺麗に掃除されちゃうんですよね。オッケーオッケー。いいね。いいですね。いや、めちゃくちゃ久々に使うけど、バカ楽しいな。僕、ボムタワーの時に、マジで使ってたんですよ。めちゃくちゃ使ってたんですけど、ボブじゃなくなってから、テスラ型になってから、防衛がね、ちょっと難しいんですよ。テスラ型はマジで。そうそうそう、大型のね、防衛がマジでむずいので、あんま使ってなかったんですけど。さあ、この辺ぐらいで一回攻めたいっすよね。まあ、マジアチャいるからな、あんまり防衛のウッドもいらない気がしてね。さあ、これどっち攻めようかなと思うんですけど、相手が今左側っていうか、僕が攻めるサイドに基本的に合わせてくるんですよ。なので、ちょっと逆サイド攻めたいですよね。さあ、まあちょっと怖いのはベビドラぐらいかな。ベビドラの事故だけ警戒してね。
よしよし、さあ来た。まあここは橋前も攻めちゃっていいですね。槍ゴブリにトルネとかタルババとかをそう使いたいんで、ないとは。よしよし、さあさあさあ、いいね。気づけばオールブレイクが入ってる。結構守りすぎぐらいですね。これでも結構守りすぎぐらい守ってて、まあ、それでもまあ余裕があるので、よしよしよし。あれ、魔術リー抜きたいけど、キャキャキャ。いや、でかいですね。いいね。マジアッチャオールブレイクはテスラスケですね。トルネがないので、まあその分、まあバルーンとか、まあ何が、ホグとかか。まあトルネないので、トルネがあったら勝ちやすい相手には、まあ気持ち勝ちにくくはなるんですけども、まあ回転が速くなったり、まあエリババだったりの陸受けがね、優秀になってる。まあ回転速いから全部、その分、対空ユニット、マジアッチャエリゴブテスラが回るので、まあ、そこで全カバーしていきましょうという感じですね。さあ、オリ、タル、いや、同じようなデッキだな。エレジャイかチェーンスケラーですね。今、エレジャイのね、マザネク型がめっちゃ強いんですよ。あ、エレジャイといえばアイスイズベビドラとかなんですけど、さあ、ラバでしたね。全然違った。いや、待って、ラバでタルババってさ、バカ珍しくない？いや、今、ディガイエレゴブぐらいさ、逆性攻めてもよかったかな。ラバでマザニクってバカ珍しくないですか？僕知らないんですよね、そんなデッキ。うわ、マジか。ちょっとやだな。で、あのマザニク嫌だな。ね、なんでマザニクいんのっていう。さあ。で、これは、バルキリーの後ろの方が良かったのか、逆サイの方が良かったのか、ちょっと疑惑なところがありますよね。いや、逆サイで良かったですね。逆サイというか、同サイで良かったですね。バルキリーをね、ウォールブレイカーが押したことによって、このバルキリーのダメージもちょっと入っていく。わ、すげえ。ポイズンタルババのラバーっすよね。なんかレアっすよね。なんかめっちゃめちゃ昔っすよ。ほんと2年ぐらい前に、ラバドラドラボムタワーポイズンタルババ縦線っていう、あの、焼き鳥ラバっていうのがあったんですよ。焼きラバあの、っていうめっちゃ昔のラバに形が似てますね。うん。これなんか使ってほしいな、さ。マザネク使った逆サイドが止まんないんじゃないのか。まあ僕もこれ止まんないんですけど、まあまあまあ、一本取ってしまえば、てか、なんならこれ守れた場合、僕の方がね、有利になるんで。お、待って待って。あ、魔女、タゲが変わっちゃってんだよな。で、これ、タワーをおられるんですけど、このマジアチャはちょっと延命したいですよね。そこそこに延命したいんだけど、そこそこに延命して、このインドラ事故をね、なくさないといけないんですね。オッケーオッケー。いや、熱いっすね。これはまた。で、まあ、マジアチャ展開して、ウォールブレイカーとかで攻めながら、で、この一周目のマジアチャには多分ポイズン打たれるんですけども、打たれても次のね、僕のマジアチャが強いと思うんですよね。いや、テスラ立ててんだけどな。なんか相手のあの、ちっこいのが多いんですよね。すげえ。いや、テスラ立てる位置、ちょっとで下手かな。ちょっとね。いや、防衛が難しいっすよ。いや、でもいいマジアチャ。さあ、ここちょっとね、気持ちウッドぐらいで。オッケーオッケー。いや、もうあとは、マジアチャとかディガーとかで僕折れると思うんですよ。残り240っすよ。240折れないなんてことあります？いやー、折れますよね、ぶっちゃけ。いや、わかんないっすよね。いやー、折れねえんだよな、これがまた。そう簡単には。よしよし。まあまあまあ、ここでしっかりね。これ、マジアチャ警戒してなんか出てこないのかな。おー、インドラですね。まあ、さすがにね、警戒してますね、相手も。よしよし。で、まあ、この辺でね、ディガープラスのウォールブレイカーだと、相手は2枚防衛ユニットを裂かないといけないんですよ、これ。折りだけだと、ディガーが止まんなくて、みたいなね。よしよし。あと、ウッドけんないですね。いや、熱っ。いいっすね。相手がまあ、ザップとかじゃないっていうのも、まあ、救いですけどね。よしよしよし。さあ、ディガーとオールブレイクを2枚裂かないとね、止めれないですよ、というわけで、うわ、相手のデッキ、なんや？ラバ？ラバディガーなのに、マザーネクロとインドラとか入ってますよね。なんかすげえな、これ。ラバで、ある必要あんのみたいな。何 C ラバなのみたいな。ジャイとか。なんか、ね。それこそロイフォグとかにしちゃえばめっちゃ強いんじゃないみたいなね、デッキでしたね。ね、マザネクとババいて。ね。まあ、ラバ好きなんでしょうね。さあ来た。高回転、久々に使えますけど、やっぱめっちゃ楽しいっすね。なんかユニットいっぱい出す感じがね、ちょっと懐かしく思っちゃいますね。よろしく。
タルババユーノです。まあ、こういう相手にはヤリゴブリンスケバルキリーって感じで陸行きが多いのはいい部分ですよね。さあまあ陸ペッカーの可能性と、まあ、陸で攻める最近ねムートエリババマザネクエレキかな、なんか陸で攻めるデッキがね結構強いんですよ。そうこれですね。これ多分ねキング起動うまくいけばいけないのかな。あ違う、ウォールブレイカーでね、逆サイ持ってきたかったんですけど、全然でしたね。で、マザーネクと、エレキ型が多いんですよね。そう、マジアッチャ型はね、そんないない気がしますね。よいしょ。マジアッチャ最近輝けないんですよ。エレジャイとか、そういうのにね、大して活躍しない。そういう環境ですね。そう。うわ、マジか、リポンか、タイミングが、3しかうわーこれやったなー。うわーマジかー。しかもいい受けされた。こんなエリポン残ったらやばいっすよね、僕。エリポンきちいなー。エリポン壊したかったっすよね。ちょっと行きたいけど、ワンチャン三種とかで回収されたら怖いっすからね。で、エリババ見ましたね。で、陸行きが多いので、僕のディガーをね、当てられる率が高いんですよ。いや、でもこれは当てれないぞ。よしよし。いや、これは2周目のが来んのか。さあこれはすごいぐらいいっぱい来ます。相手のユニットがもうウッドとかも使ってね耐えます。 OK。 ユニット同士がぶつかり合うときに、ザップだったり、ウッドだったりスペルを打つことが結構大事ですね。そうするとユニットのぶつかり合いで勝ちやすくなるんですよね。そうそうそう、なんかユニット相手の攻撃、ユニットの攻撃が1回少なくなるんで基本的にユニット対決勝てるようになったりするんですよね。さあ相手このあのあれっすよね、僕ディガー飛ばしたらエリポン蹴るっすもんね。エリポンに対して僕ファイボとかロケとかないのが嫌っす。まあまあこっからはテスラのね本領発揮という感じっす。さあでどっちに行くんだろう。待って、やばいやばい、これ絶対俺守れたよな。待って、そんな簡単におられるっていうぐらい、ちょっと、いやこれはね、多分なんですけど、今僕じゃなくて麦だったらね、完封してますね。いや、マジか。エリババにバルキリー裂いちゃったというか、あれなんですよね、僕のさ、マジエチャーを倒すゴーストがうまかったっすよね。あれやられたな、なんか死ぬっていう。マジエチャーそれやられんのみたいな、やられてましたよね。せっかく低めに出してたんですけどね。あのゴーストに普通になんかねバルキーとか当てて逆サイヤリゴブウッドのスケとかで、よかったっすね。はい、今思えばっていう、戻せないのが辛いですよねクラロは。どのゲームをか。いやマジか、今のはヘボかったっすよね。まれに見る下手くそな防衛をねやっちゃってましたが、ちょっと切り替えてね、もう一回三しこねえかな。勝てる相性、まあ、そこまで悪いわけではないと思うんですけど、まあ、いいかって言われるとちょっとわかんないですけど、エリポン厄介なんでね。まあ相手はマジアチャもきつかったし、さあ今回は檻なので檻ダックプリとくればもうね一つですね。エレジャイですね。玄関系エレジャイが暴れてます。で、エレジャイでも、ダックプリ型だったり、ボーラー型だったり、メガゴ型だったり、まあなんかいろんな方がね、いるイメージがあります。さあ、ボンバーなのか、タルババなのかっていうのもね、ちょっと大事になってきますよね。うん。スケぐらいで受けてあげたら、この檻までも耐えれそう。オッケーオッケー。で、これ、ディガーと、これに1枚出るんですよね。からの追加。オッケーオッケー。いや、熱いですね。これは運が良ければ。ああ、アイスイズ優秀ですね。で、まあ、このバルキリーはダックプリで受けてきますね。さあさあさあ、まあ、これの繰り返しですよね。これを繰り返していって、僕の方がサイクルが早いので、いつか相手が追いつけなくなるんですよね。よし。いや、いいね。この、いっぱい受けれるな。しかも、いや、これ無視でいいですね。よしよし。で、相手がトルネ使ったタイミングとかはね、ちょっといい感じのディガーの位置とかにもやっていきたいですけどね。いや、マジアチャで居抜く勇気がなかった、謎に。いつもだったら居抜いてたんだけどな。さっき負けたからかな。ちょっとひよってる今。
いや、犬来てえよな。犬来てえよな。これ犬けるんすよね、これ。マジで。え、犬けねえ。あ、オッケーオッケー、相手によ、相手のおかげで犬けた。いや、相手もね、いや、なんやねん、お前のその下手くそなマジやっちゃうと思ってますわ。よしよしよし。さあ、これね、トルネ使ったんで裏ですね。オッケーオッケー、これもう一枚咲かないといけない。いやー、これ、ウッドっていい気もするけど、ダクピリの盾剥がせない気がしたんすよね。さあ、でも、どん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 回転で回して、回転ですよね。回転命ですからね、このデッキは、本当に。よし。さあ、あー、マジか。これ、タルとトルネとか何でもいかれちゃうっすよね。許容か?さあ、守ってくる。で、このヤリゴブリンも、またね、相手のタワーにプレッシャー与えていくと。さあ来たっすね、血入れじゃ。いや、僕これ守れるかな。いや、もう気合で守んなきゃいけないんですよね、マジで。一回防衛ですよね。うん、いや、マジでディガーとかも防衛使っていい気するんですよね。よしよし、相手いっぱいいるんだね、このユニットで。ライトが撃たれるのかな、多分。そうっすね、ライト撃たれるから、テスラでもう一回寄せてあげて。オッケーオッケー、熱い熱い熱いで延命してあげたいな。延命してあげて、ここ打った方がいい気がするけど、打たなくてもよかったかもしれないですね。よしよしよし。いや、で、これはね、こうなったら逆サイ攻めたいですんで、ゴボウリなので、ウォールブレイカーではなく、やりゴブでちょっと攻めます。で、マジアチャこっちサイドに置いて、スケで2回ぐらい受けてえな。よしよしよし。こうするとね、相手はこう、1600側で形作りたいけど、僕がこっち側で攻めてることによって、なかなか形作れないですよね。これウッドで延命できるっすね。で、アイウィズも処理して、あれにトレーナー使ったらウォールブレーカー止まんねえよっていう。いや、いい防衛だな、でも。さあ、でも流れはね、ちょっと今僕に来てますよね。さあ、このタイミングぐらいでもうディガーとか使っちゃってね。よし。よし。ちょっと早めのウォールブレーカーでコスト使わせよう。よしよし。で、延命できて、で、テスラを、このテスラ結構大事な気がしますね。こっちの方に置いてもね、あのエリジェイって釣れちゃうんですよね。よしよし。で、高めに置いたことによって大体ライトニングがすげえ打ちにくいんですよね。ああ、ウォールブレイカー引っ張られる。よしよし。で、あれマジでちょっと射抜いちゃおうか。初射抜きですね、本日。トリネ使ったんで泣いて。きついっすよ、これ。もう精神的にきつくなってきますよね。いや、お前ちょっとうめえやんけって思っちゃうっすもんね。でライトニングを打ってくる。打ってきたら僕がやばいんですけど、ここで攻めたことによってタワーがおられなければ僕は負けないんでね、ここでもうね攻めちゃうんですよね。よしよしよし。いやー、え、おマジでちょうるべか、ちょっとだけ上手くない？ちょっとだけね。いやー、マジで何が面白いんや本当に。よしよしよし。いやー、でけえな、11勝だ。さあ、これで勝てば12勝。あ、サワーペーパーソーダ味のクランの人、なんか前にもやったことあるな。ちなみに僕はね、マスカット的なやつの方が好きですね。さあ、ホグ。2.6 ホグかクエイコグですね。まあ、クエイコグだったらちょっと泣きたいですよね。まあ、でも26とかだったら、なんなら相性いいんじゃない？わかんないです。ホグ好きなんでね。さあ、ウッド使ったぞ。あ、SP、あ、2.6 ホグっぽいの。ファイボか？ああ、大砲。さあ、で、これ僕テスラを回しとかないと次の相手のホグが止まんないんですよね。なのでコストがないけど回します。オッケーオッケー。で、こっからはできるだけ1コス2コスでまた回してって感じですよね。おお、26か。まあ無限テスラっすよね。僕のこのウォールブレーカーの平均コストが多分 2.8A だったかな。で、相手が 2.6 なので、まあ、僕のが若干遅い、ほんの若干ですね。まあなんですけど、まあ言うて、いや、これがちょっとついていけなくなるっすよね。そうっすね、これっすよね。なんで今はディガーを飛ばしたのが良くなかったのかな。さあ、このホグの一発ですらもう痛いっすね。そう、毎回完封できるといいんだけどな。そんなうまくいかないっすよね。で、僕のマジアチャ、相手のファイボがあるんで、腐るんで、もう、端前マジアチャで、ね、一発だけでも打ってくれれば、まあ、これでコストトントンお互い使って僕が一発ダメージ稼いでるっていう感じなので、まあ、マジアチャも端前切りですとね、相手のアイゴレスケ、アイスピすべてをもう、マジアチャで射抜いていきます。それがあるから、ま、全然勝てるって感じですね。
ストで、こっからはできるだけ低めのコストで回していきたいですよね、僕は。相手はこのホグは捨てで、次のホグライダーで刺したいって感じですね。で、大砲が嫌なんですよね、僕からしたら。あれ。で、これちょっとウッドで回しちゃいます。で、ちょっと嫌だよな。で、マジックアーチを出すと、僕のサイクルが1個遅くなります。4コストなんでね、こいつ。そう、それ以外は低コストで回してるんですけど、急に4コストとかで回すと遅くなってくるので、そこをまあ相手はついてきますね。そう。いやー、これウッド防衛で使ってもよかったかもしれねえな。痛えやな。さあ、やっぱマジックアーチャーがね、戦犯になる時があるんですよね、ごくまりに。こんな感じで。さあ、しまえと、あとは削っていきてえな。スケで毎回受けられますからね、僕は。そうなんですね、このスケが強いんですよ。さあ、やりゴブとかでちょっかい出しながら大砲壊してえな。ファイブ基礎、さあ壊しながらね。さあ射抜いていく。で、テスラのコストだけ欲しい。いや、犬木がしょべえ。犬木がしょべえ。これテスラさ、大砲殴ってくんねえのかな。あー、そこまで優秀じゃねえか。で、これも相手にこうついていって1、2コストで回さないと次の方が止まんないですね。いや、マジアチャ出すとマジで遅くなるんですね。オッケー。危ねえ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。危ねえ。怖えー、これ。マジで。で、これスケ用ですね。拾われる。いや、これ、間に合わないんですよね。これ、やばいっすよね、僕。ね。もう、僕の、できるだけ最短コストで回してこれなので、いや、これ終わったくせー。いや、うまいですね、26が。このね。いや、あと、大砲ですね。マジック、これ取れ直しいな。取れになれば、ワンチャン世界変えれそうだけどな。さあ、ちょっと、隅っこオールブレイク。いや、負けたな。12勝できなかったな。なんか動画で12勝目するとき僕結構勝ってるイメージあるんですよね。さあ、もうこっからはウッドで一生削るしかないですね、僕は。で、相手はもうファイブ削りっすよね。さあ、トルネードが欲しいな。さあ、で、大砲置かれる。いや、マジックアーチャーでワンチャン射抜ける世界戦もね、見えないことはないんですけど。見えないことはないんですけど、もう結構ね、難易度高め。アイゴリがこっち。で、ワンチャンあるよな、マジ。この、アイゴレ、読みマジやっちゃう。でも？でも？あと8秒しかねえ。マジか。俺の橋前テスラで。俺の橋前テスラ絶対無理だよな。いやー、マジか。まあ、これはね、相手が上手いですね。防衛上手いと、僕の通るダメージに限界がね、さあ、ありましたね、と。まあ、いうわけで、ちょっと久々に高回転マジでチョルブレイカー使ったんですけど、いや、バカおもろいですね。ちょっと皆さんもね。ぜひ、このトルネー、え？おう。トルネーの枠がね、スケになってるマジアチオールブレイカー、ぜひ、使ってみてくださいというわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。